ひざまずくがよい。え？ああ、やっぱり可愛いのじゃ。な、何を？ダメじゃ、それは生きて戻るお守りなのじゃ。大切なものなのでしょう。それに私は戻らぬことも。ならば、蘭はわらわが守るのじゃ。光秀様が心配なさいます。蘭は命を粗末にしすぎで悲しいのじゃ。だから守るのじゃ。うっ。わかりました。あなたは命にかけてお守りします。おお、わらわたちは命がけで相手を守る間なのか。わらわたちはダチじゃな。ダチ？オム、ダチの危機には必ず駆けつける。それがダチの約束なのじゃ。その約束を守るためにも命を大事にするのじゃ。土佐の長宗我部家の援軍です。これで毛利家と対することができます。いかがした？いえ、ただ嫌な香りがする。元親殿、遠路かたじけない。どうということはない。光秀、あんたの頼みだ。来てくれると信じていました。どうした光秀。どうということはない。足が後ろに濡れるだけだ。これが信長様の天下布武なら、乱はそれを進むのみ。それ以外のものは全て不要。乱！何をしょんぼりしておる？乱もこの戦場を見て心が痛むのか。違います！やめてください！これはお返しします。私には不要でした。信長様に従い進むのみ。ダチの約束、ただそれだけのために。ランわらわを置いて逃げよ。これはわらわに代わり蘭を守るのじゃ。蘭、約束ですから。